ウィリアム、ビリー・ウィンザー一世は、王立ウェルズ第一大隊の兵長として仕えた、カシミアヤギである。イギリス陸軍の不評大隊の一つである、ロイヤルウェルシュ第一大隊の兵長として仕えた。ウィリアムは、キプロスの大隊の現役勤務に配属された一方で、2006年の女王公式誕生日祝賀会での無礼な振る舞いの後、3ヶ月間フュージリアーに格下げされた。そして、 2001年から2009年まで兵長として勤務した。彼の若い公認は、ウィリアム・ウィンザー2世として知られる。軍隊にヤギがいるという伝統は1775年に始まった。アメリカ独立戦争の間に、ボストンの戦場をうろついていたある野生のヤギが、バンカーヒルの戦いの終わりに、ウェールズ軍旗を率いていた。もう一つのウェールズ軍所属のヤギとしては、 タフィー4世がいる。ウェールズ連隊第二大隊にいたタフィーは公式に軍隊のヤギとして記録されている。タフィーは1914年8月13日に出陣し、モンスからの撤退、第一次イーペルの戦い、フェスティベールとジバンシーの戦いに加わった後、1915年1月20日に死亡した。タフィーは死後にイギリス戦争勲章、戦勝記念章。 1914年聖書を授与された。王室のヤギの群れは、最初1834年から1848年に、ペルシャのシャアであったモハンマド・シャア・ガージャールから入手した、ものであった。当時モハンマドは、ビクトリア女王に1837年の、即位記念の検定品として、ヤギの群れを送った。ヤギの群れは、スランディドノーのグレートオームで育った。2001年に、 彼らは250頭に達し、食料を不足に陥る危機にあった。庶民の庭に入り込んでいるヤギについての苦情が出たので、これに続いて議会は、砂糖屋探しと繁殖制限の組み合わせで対処することを決定し、当他の提案は却下した。英国動物虐待防止協会の意図は、メスのヤギを鎮静剤でおとなしくさせ、遺伝的に得意な品種の頭数を制限するための、 避妊用のホルモンとして、プロゲステロンのインプラントを挿入した。2007年に85頭のヤギが、ケント、ヨークシャー、ブレコンビーコンズ、サマセットを含む地域に移されたが、皇帝液の大流行によって中断することとなった。カシミアヤギのビリーは、王室がもともと所有していた群れの子孫ではあったが、スランディドノで野生生活を送っているヤギの群れの中から選ばれたのではなく、 ホイップスネード野生動物園で生まれた。ビリーは2001年にエリザベス2世により連帯に贈呈された。これは伝統的に行われており新しいことではない。1844年から継続的にイギリス王室はロイヤルウェールズフュージリアーズ連帯に王室所蔵の群れからカシミアヤギを継続的に贈呈していた。ビリーは BBC によるとマスコットではなく 軍隊階級を持つメンバーである。2001年の入隊以来、ビリーは海外任務を遂行し王族の面前で更新した。主要な任務は全儀礼で大隊を率いて更新することだった。ビリーは連隊が参加したすべてのパレードに出席した。長教師はヤギ少佐の称号を得たライアンアーサー兵長であった。もう一頭の軍隊のヤギ、ウェールズ連隊。 第二大隊所属のタフィー4世は、第一次世界大戦の間フランスでの現役勤務、モンスからの撤退や第一次イペルの戦い、他の有名な戦いに参加した。1914年聖賞を受賞した。2006年6月16日、地中海南岸にあるキプロス、リマソール近郊エピスコピ中東地で、女王エリザベス2世の生誕80周年を祝うパレードが行われた。 招待された要人には、オランダ、スウェーデン、スペイン大使とキプロスに配置されている、国連軍のアルゼンチン人指揮官が含まれた。キプロスへの第一大隊の配置は、ビリーの初めての海外任務であり、列の中にいることを命じられたにもかかわらず、ビリーは命令に従うことを拒んだ。足並みを揃えることに失敗し、ドラム奏者に頭突きをしようとした。 南ウェールズのニース出身で、ヤギ少佐であった22歳のダイデービス兵長は、ビリーを投御することができなかった。ビリーは、容認できない、行動、無礼、直列指令への不服従で告発され、部隊長、ヒュー・ジェームズ・中佐の前に出頭しなければならなかった。上海委員会の後に、フュージリアーに格下げされた。この変化は、他のフュージリアーにとって、 ビリーがすれ違う際に気をつけをする必要がなくなったことを意味した。カナダの動物愛護団体は彼はヤギらしく振る舞ったに過ぎず福井されるべきだと述べイギリス陸軍に抗議した。3ヶ月後、9月20日の同じパレードの場においてビリーはクリミア戦争でのロイヤルウェルシュ第一大隊の勝利を祝うアルマデパレードで元々の地位に復帰した。サイモン・クラーク大佐は ビリーは特に良い業績を挙げ、彼は人夏中上の生誕祭での彼の振る舞いをよく反省し、明らかに元の階級にふさわしい振る舞いをして復職できたと言った。ビリーはロイヤルウェルシュ第一大隊の大佐ロデリック、ポーター巡将から昇進を受けた。復職の結果として、再び五長クラブのメンバーに復帰した。ビリーは軍隊で問題を抱えた、最初のヤギではない。 かつて、連帯の原人のヤギ少佐が、レックサムのヤギブリーダーに繁殖用のヤギを提供し、こうして王室のヤギは、売り飛ばされたことがあった。最初に不経罪で告発され、ヤギ少佐は、比較的マシな、召喚への無礼に対して、最終的に、軍法議会にかけられ降格させられた。ヤギ少佐はヤギへの同情心から行動したと主張したが、 これは法廷に好印象を与えることはできなかった。もう一頭の王室のフュージリアーズ連隊のヤギは大佐が制服のズボンのストラップを固定するために身をかがめた、間に大佐を角でついた。その後ヤギは反抗者の異名を取った。この出来事は不服従のはずべき行動と言われた。8年間の主君の後の2009年5月20日、ビリーは年齢のために退役した。 最後に、軍隊生活を離れる時には、1955年に女王から贈られた銀色の頭飾りを含む式服を身にまとい、大体の軍人が、ヤギの小屋からトレーラーまで経路に並んだ。ビリーは、ベッドフォードシャアのホイップスネード野生動物園へ連れて行かれ、飼育員によると、そこの子供農園で気楽に余生を過ごしているという。ビリーの後を継ぐために、 第一大隊の30人の船員たちは、従順な状態の野生化したヤギを捕獲することを望んで、2009年6月15日午前3時に、スランディドノーのグレートオームに向けて出発した。ニックロック中佐率いるチームには、ヤギ少佐と数人の獣医師が含まれていた。軍隊報道官であるギャビン・オコナーは、私たちはチームプレーができ、プレッシャーの下でも冷静なヤギを探していると言った。 公認のヤギの先行の間、依然数を統制するために使われていたホルモンインプラントはもはや使用できないため、大体は群れの間の否認の大体ワクチン方法を開始することに協力した。いくつかの困難を伴って生後5ヶ月のヤギが選ばれ、認識番号2514万2301が割り当てられた。この認識番号は連帯番号2514。 第23不評連帯、第1代隊を意味する A1 を表す。新しいヤギはまたウィリアム・ウィンザーと呼ばれ、軍隊生活のための訓練期間はまずフュージリアーの階級に着く。ビリーは1日日本の紙巻きタバコを配給として受け取り、これを食べても良いが、大人になるまでギネスビールを飲むことは認められない。ありがとうございます。